皇帝大尉法の社本皇帝大尉法は、御権元老院が1814年4月2日に採択したナポレオン一世のフランス皇帝大尉を認めた法。フランス革命でルイ十六世が大尉に追い込まれて以降、フランスはほぼ常にヨーロッパの各国と戦争状態にあった。慢性的な政治不穏と戦争の長期化は、軍事クーデターの素地となり、実際にボナパルト将軍は、 ブリメール18日のクーデターを実行して、共和歴8年憲法で、統領政府の三党政治を成立させた。2年後の共和歴10年憲法でボナパルトは、終身第一統領になり、さらに1804年5月18日の共和歴12年憲法で、ボナパルトは、ナポレオン一世として12月2日に退官した。1812年ロシア戦役で、フランスの大陸軍が、 ほぼ全滅したため、第6次大仏大同盟で、フランスが6日間の戦役の前戦等で勝ちしても、同盟軍のパリへの進軍を止められなかった。1814年3月末、同盟軍はパリの外まで到着し、タレーランはすぐさま、マルモンのパリ守備軍の降伏交渉をした。3月31日、タレーランは、自らのホテルで、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム三世と、 ロシア皇帝アレクサンドル一世と会談、王政復興を主張して、五権元老院も支持するとした。1814年4月1日、五権元老院はタレーランを五人からなる臨時政府の長に選出した。次の日、タレーランは元老院の議長バルテルミーと共にナポレオンとボナパルト家の大儀、及びプロヴァンス博をルイ18世として即位させることを同義した。3日、 元老院はナポレオンによる共和歴12年憲法違反を求断する文書を採択した。この時の議事録は翌日のモニテュール・ユニバースル誌で刊行された。ナポレオンの大息子ナポレオン2世を定位につかせようとした後、ナポレオンは4月11日に無条件で退位した。同盟軍は彼に皇帝の称号を保持することを許したが、彼をエルバ島に追放して、 彼の国の領土も、その島に限られた。1815年2月26日、ナポレオンは再起しようとして100日天下を引き起こしたが、ワーテルローの戦いで敗北して、セントヘレナ島に追放された。その後、皇帝単位法を支持したかどうかが、ブルボン系の忠誠のリトマス試験となった。ありがとうございます。